動画をご覧いただきありがとうございます。レスラーマジック研究所小林です。今回はですね、新しい商品ですね、それの紹介の方を言葉でするよりも見ていただいた方がこれは絶対わかりやすいなと思ったので、動画を撮らせていただいてます。商品は何かというと、こちらですね。これだけ見ると何のこっちゃなんですけども、バニシングインクから出てるジョシュア・ジェイのグラスっていうのかな。こういう風にグラスを作ったっていうよりも、これアクリルをこういう形状で作り込んだという感じですね。これで。まあ足の長いワイングラス形状のアイテムですね。結構厚いものになっているので丈夫です。まあちょっとで外落としただけ、落としたんだったらこういうところはかけないと思うんですけど、ねじ切りの分量が少ないので、そんなに多くないので、まあそこがちょっと落ち方によってはっていうふうに思いますけども、非常にいいサイズ感だと思います。で、トランプですね。よいしょ。まあ、ちょうど、ワンデック綺麗に入ると。そんなにこう、カタカタしないので、いい感じで上がってくると思います。上がってくるって言ってます。その用途をそれに絞っちゃいけないですけど、できると思います。ケースごとは入りません。もろみで入るという感じですね。これ外して、こっち側からこうすると。ねじ切りの部分は純粋にこう穴で最後まで切ってやるっていうものです。こういう状態で持ち運べると。ケースもついてます。で、ケースこれ、ちゃんとハードカバーのケースなので、持ち運びも非常によろしいかと思います。まあ、小さくした時のサイズ感がこんなもんですね。待って。デックぐらいのちょうどサイズです。で、ライジングとかやるには非常にいいものだと思いますので、おすすめです。で、僕が持ってるグラス、まあ同じような形状のものがありますけど、それはクリスタルの本当にグラスなのでいい音とかしますけど、まあこれはそんなにしないので、あくまでまあ機能性の部分ですよね。その部分を欲しいなって方はよろしいかと思います。壊れにくい、落としても大丈夫っていう、そういう素材ですけども、いかんせん、プラスチック素材というか、そういったものなので、アクリル、これ透明のアクリルでしょうけども、そういったものですので、取り扱いはそれなりにご注意いただければと思います。で、サイズ感がこれですから、宅急便、確実に宅急便になりますので、送料の方はちょっとご負担いただくって形になってしまいますけども、ご興味ある方はぜひ、お手に取っていただきたいと思います。